日輪は、横光一の中編小説、1923年に発表され、分断出世作となった作品である。卑弥呼を主人公とし、歴史事実の追求よりも、卑弥呼をめぐる愛憎関係を描きながら、国と国との壮大な殺戮絵巻を繰り広げた作品となっている。本作では卑弥呼はもともと、富国の王女で、最終的に、 矢払いに行ったとされている。書室は、雑誌、新小説1923年5月号で、翌1924年5月18日に、春陽堂から単行本刊行された。近年入手容易な文庫本としては、岩波文庫版がある。古代日本の文の国の姫、卑弥呼は、同じ国の彦の上との結婚を控えていた。ある夜、 外にいた二人の前に道に迷ったと称する若者が現れる。卑弥呼は若者に食べ物を与えるべきだと応援に、進言し、若者は家殿に案内されて、もてなしを受ける。だが、若者を見た一人の宿根は、彼が、那国の王子であると見破り、那国の王がかつて、文を攻めて神子に放火し応募を略奪した孤児を持って、若者を殺そうとする。形勢が逆転して、 若者が少年に剣先を向けているところに、ひみこが現れ、若者に立ち去るよう命じた。若者は自分を、ひみこの傍らに置けと言い残して立ち去った。若者は、那国の王子、長羅だった。父の勲長は火を失って以来、舞いを若い女性を集めて舞い踊らせる主演を開き、女性の一人を夜の相手にする生活を送っていた。ふみから戻った、長羅は、父から、 好きな女性をめとれと言われる。長羅の気持ちは卑弥呼にしかなく、父から文を責める許しを得る。だが、軍事を司る兵部の少年は、時期尚早だと反対する。兵部の少年の娘であるカトリは長羅に思いを寄せており、兵部の少年自身もカトリが長羅に嫁ぐことを望んでいた。兵部の少年はカトリを長羅に合わせる一方、 文を攻める準備に矢尻に塗る毒うつぎの汁を作らせ、ヒミコ殺害をもくろむが、長ョーラは、毒汁の壺を蹴って処分する。那国から文に派遣されていた密帝たちが戻ってきて、数日後には、ヒミコの婚礼が行われると長らに伝えると、長らは即座に出兵を決意し、反対した兵部のスクネを斬殺した。兵部のスクネの息子カカズオはそれを知って、長らへの復讐を決意する。 彦の王衛とヒ弥呼の婚礼が行われた夜、長ョラの率いるナ国の軍勢が来襲する。長ョラは彦の王衛を殺し、ナ国兵は王と王妃を殺害。ヒ弥呼は長ョラに拉致される。父の勲長はヒ弥呼を我が物にしようとして、長ョラに殺された。それを見た祭司の宿根との間で争いが起きる。騒ぎの隙にその場を抜け出したヒ弥呼は、近くにいたカカズオから、 長羅は自分たちの敵だと言われ、かかずおの馬に乗って走り去った。ひみこは、両親と夫を殺されて一人残った自分を殺せと、かかずおに迫るが、かかおは、自分はそれらのものに代わって、長羅に復讐して、ひみこを文と名国の王妃にすると話し、二人は、婚姻した。ひみこは、文に残った兵士たちを集めて、かかずおと共に、名国に攻め込む計画を立てていた。だが、 逃亡する二人は、ヤバダに近づいていた。二人は、鹿の軍の間で、ヤバダの兵士に取り囲まれる。そこに、ヤバダの軍長、半夜が現れた。ヒミコは、ヤバダの軍長を味方にして、ナ国に攻め込む考えを着想した。すぐ踏みに行くことを主張する、かかゾウに対し、ヒミコが、半夜の招きに応じて、ヤバダの宮に同行すると述べたところで、かかゾウは、 半夜の弟、半夜によって捕縛され、卑弥呼から引き離された後に殺される。卑弥呼は石穴倉に入れられる。半夜は卑弥呼が帰りたい時まで宮にいてよいと話し、卑弥呼は、かかずをおそばに置くことを求めた。卑隷に弾を与えて、かかずを連れてくるよう頼むが、もたらされたのは意外だった。石穴倉を出た卑弥呼は、宮の一室を与えられ、 かかずおの意外を傍らに置いて眠った。その間に、半夜の命で、ひみこの寝室を飾るように、支部が使わされたが、部屋の前に留まっていた半絵はそれを妨害し、かかずおの意外を断崖に運んで行きした。夜、半夜の主演の席にひみ子は呼ばれる。寝室を飾るために使わされた、支部は命を守らなかったとして、む打ちの刑を受け死んだ。園籍には、 繁栄も現れ、ひみこは二人の間で愛想よく振る舞い、やがて繁栄と繁栄は共に眠りに落ちる。寝室に戻ったひみこは、彦の応援への死亡を募らせながら、いつか、文と名国と矢場大の三国の上に自分が日輪のごとく君臨することを思い描いた。翌朝、繁栄がひみこの寝室に現れるが、嫉妬に狂った繁栄は繁栄を殺す。 自分の妻となることを迫る、繁栄に対して、卑弥呼はな国を責めて、長羅を殺すことが成就すれば応じると述べる。繁栄は苦悩の末に、それを受け入れる。繁栄は、繁栄の後を継いで勲長となるが、卑弥呼は、同金を許さず、その不満の吐け口として、繁栄は兵士を傷つけた。長羅は卑弥呼を失って、以来正規を失い、それを案じた妻子の宿根は、 国から美女を選んで、当てがおうとした。その一人に、カトリが選ばれる。カトリは、父が殺された原因を作り、長ラの心を奪った卑弥呼に怨恨を抱き、長ラを思い続けていた。カトリは長ラの寝室に入ったが、長ラは彼女に関心を向けなかった。カトリは舌を噛み切って自害した。このことが、那国の人々から称賛されると、 続けて、長羅の元に使わされた女性はやはり一害し、若い娘を持つ親は、娘が目立たないように努めた。そこへ、卑弥呼が、ヤバ台にいるという知らせがもたらされる。長羅は、ヤバ台を攻めることを決意した。ヤバ台では、繁栄の応募が募ることで、卑弥呼に対する損数が高まった。そこに、ナ国が卑弥呼を奪いに来襲するという法が伝わると、即座に出兵が決まる。 卑弥呼は長ョラを引き寄せるため、甲冑の上に赤い衣を着て出陣する。那国が苦戦する中、長ョラは卑弥呼の居場所を知り、そこに向かって突進する。長ョラの前に繁栄が現れ、二人は格闘する。周りには矢場大の兵士がいたが、繁栄の暴政を恐れる彼らは、助けようとしなかった。長ョラは繁栄を倒した後、傷ついた体で、 卑弥呼の名を呼びながら生きたえる。卑弥呼は振り上げた剣を落とし、大江よ、大江よ、我を許せ、彼をさせと汝は言うな、と泣き崩れた。この作品により横光は分断に踊り出て知名度を高めた。新朝1923年6月号の合評会では、久保田万太郎が近代の力作でしょうね、たゆむところがなかった。力がなくてはできないと。 面白さを認めつつも力を入れすぎた形がある。作者が苦しんだはありには得ない。持つと私はゆとりが欲しい。裸にすれば色々の動きが書生芝居ですよと評した。合評会に同席していた久米正夫は我々よりは一時大臣らしいが実質は大して新しいんじゃないんじゃないかねと内容については辛口批評しながらも描写には値打ちがあるとした。 菊池博は、人代の男女の性の闘争を描こうとした作品として評価し、小説としての価値はともかく、映画劇としての面白さは日本では、一寸類例のないものだと思うと述べた。その後、絹笠定之介監督によって映画化もされた。なお、日銀は、フローベールのサランボーからの影響が、しばしば指摘されている。ありがとうございます。